Hundreds of protesters from all over the country are gathering here today, demanding the Japanese government and TEPCO to withdraw the irresponsible decision of ocean discharge. あなたたちは発見者の理解を得ることをやったんですか？ちゃんときちっと自分たちが何をやろうとしていることかをはっきりと伝えたんですか？これを国が決めたことだからといって、それを当たり前の日本に放出してしまうということは極めて問題があると思います。海を汚し、海の生物を汚し、そして環境を汚し、地球を汚していく目的ですよね。それはもちろんね、海を汚すなですけれども、汚すなの以前にもうすでに国も東電も原発事故なんか起きないって言ってたのに、あんな世界で初めての大事故を起こしたんですよ。それで世界で初めてその水を流すんですよ。これは二重の加害です。全く信じられません。それで、その測定するって言ってますけれども、その測定機器さえ信憑性が疑われるものだと思います。どれぐらいの精度のものを使っているのか分かりません。で、放射性物質だけでなくて重金属、テルルとか、あの時に、爆発して出た金属類、そういうものも測定しなきゃいけないと思うんですよ。それがないですよね。